この企画は本当に撮影するかものすごく迷いました。こんばんは、髪を切ってきた里弘です。僕もいろいろこう何年か YouTube をやってきて、まあ4年くらいやってきてるんですけど、この企画だけは本当にやりたくないなという企画です。ペヤング焼きそばチーズマックスチェダーチーズ入り。なんでちょっと最後ドラえもんみたいだった？あのですね、僕いろんな動画でも言ってるんですけど、マジでチーズが苦手なんですよ。嫌いな食べ物ってほぼほぼないんですけど、この世で嫌いなものが2つだけあって、それがパクチーとチーズなのね。で、中でもこのチェダーチーズとかブルーチーズとかっていう匂いが強烈系のチーズがマジで苦手で、なので今回はペヤング焼きそばチーズマックス食べきるまで終われませんやっていきたいと思います。こうグループチャンネルとかでこう誰かがこうチーズマックスを持ってきて、俺の iPhone と引き換えにこれを食べきれ俺の iPhone と引き換えにこのチーズマックスを食べきらなきゃ返しませんよみたいな、そういうなんていうの、ちょっとゲーム性のある企画みたいなものだったら面白いと思うんですよ。だけど自分からこの嫌いなチーズマックスを何の得もなく食べに行く、ド M でしかないよね。なるべくいいリアクションできるように頑張って食べます。で、他にも出してる方いると思うんですけど、まだ中身見てないのでどうなんだろうな。食べたことある人いる？これまあチーズ好きには多分たまらないと思うんだけど、なんだろうね。でもね、俺世の中のチーズ嫌いの人よりかはちょっとね、少しだけまあチーズに理解があると言っても過言ではないんですよ。チーズ嫌いの人は多分もう全てチーズ全般ダメだと思うんだけど、ピザに乗ってるチーズとかハンバーガーの中に入ってるチーズみたいな、スライスチーズの溶けてる状態だったら大丈夫なのね。匂いはしない。あれ？これ普通じゃない？普通のソース出てきたんだけど。これと、あとはい、同じ火薬と、これが魔法の粉だと思うんですけど、こちら、後入れ調味料という3種類の袋が中に入ってました。麺も一緒だね。匂いとか全くしない。ということで、お湯入れて作ってみたいと思います。はいよ。じゃあ3分暇なので、今から3分間絶対に動いちゃいけない選手権したいと思います。よーい、スタート。火薬入れてないじゃん、火薬入れてないじゃん、アホじゃん俺。3分間動かない選手権じゃないよ、まあ、火薬入れろボケ。私を待ってるの教えて、おじいさん教えて、おじいさん。ラン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 、お湯が切れたよ切れたよ、ラン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 。あ、普通だ、やっぱ普通だな。じゃあソース入れてみましょうか。このね、ペヤング焼きそばソース、よし、じゃあいただきまーす。うまっ。やっぱこんな味なのね。ほんとに美味しい。なるべく今のうちに量を少なくしておく作戦。ダメですね。この状態は普通のペヤングソース焼きそばです。いつもの味がする。だから本当にこれがプラスでついてるだけなんだろうね、このチーズマックスっていうのは。ちょっと一回匂い嗅ぐわ。強烈、やばいこれ。うっ、ゲロの匂いすんだけど。神様許されるのであれば、僕をこのままソース焼きそばのまま食べさせてください。お願いします。視聴者様お願いします。本当にコメント欄で荒れないでください。でもやっぱりやります。やーい、もう白い粉なのよ完全に。今皆さんには分からないと思いますが、僕は息を止めています。それではペヤングソース焼きそばチーズマックスいただきます。判定でー、ダメです、これは本当に無理。頭がパニック今。味は正直言ってそんなに変わらないんだよ。味は変わらなくて、ソースの味がしっかりと舌で感じられるんですけれども、お口の中、お鼻の中、この辺の一帯がすべてゲロの匂いがします。
チーズが嫌いな人からするとそう感じるというだけですから、これはあくまで僕がチーズを嫌いであって、チーズを拒否しているからこう感じるだけであって、チーズが好きな方からしたらとっても美味しい商品ですので、お間違いなさないようによろしくお願いいたします。でもね、全部食えないかと言われるとそうでもない。まだ味がソースなんでちょっと頑張れるっちゃ頑張れます。先生、甘く見てみました。味がソースだから呼吸を止めて一気に食べれば大丈夫だと思ったんだけど、麺ってすするじゃん。全部入ってきた。すすらないように押し込んでいけば食べれる。まだ勝てるよ、まだ勝てる。嫌だけど、嫌な感じだけど、まだチーズ嫌いからしても食べれます、これは。なのでペヤングさん、チーズマックスマックスマックス期待してますね。いただきます。ごちそうさまでした。涙の数だけ。